東海っていう名前を背負って戦うのはその4年生になって改めて大きいなっていうのを本当感じていて、自分も本当に去年から役割が増えましたし、チームもトーナメントとリーグの序盤っていう結果がついてこない時期もあったんですけど、周りからの意見だったり自分たちが去年まで出してきた結果を超えるためっていうのは本当に難しいものがあって、その最終的に自分たちはインカレ優勝を目標にしていて、コーチもシーズン序盤から前の声は気にしないで自分たちがやれることをやれば絶対に優勝できるチームになるって言われてたので、まあ、それをまず自分が信じて本当チームを引っ張っていこうって思って、今勝ちが続いているので、まあ、その自分たちがやってきたことは間違ってないっていうのを多分出てる選手一人一人が絶対分かってきていると思うので、まあ、そこで一本自分たちの芯になるものができてきていると思うので、だいぶ自信になってきていると思います。自分の中に波が結構あるので、もっとコンスタントに点を毎試合取っていけたらいいなと思います。金地もその周りから期待される分やっぱ個人的にプレッシャーがあると思うんですけど、本当まだ2年生なので伸び伸びやってほしいというか、その失敗を恐れずどんどんやれば持ってるものがすごいので、今4番ポジションやってると思うんですけど、そこでアドバンテージ取ってくれたりだとか、将来的にはもっと上のポジション目指してやると思うんですけど、今そのチームのためにその自分のエゴをなくして仕事をしてくれているので、彼の活躍は自分的には満足しています。自分としては周りの声も意見も大事なんですけど、それよりやっぱりコーチからだったり先輩から言われることだったり求められていることの方が自分にとってはすごく重要なことなので、このチームでやるべきことっていうのが、まあ、あるので、それをしっかり毎試合こなすっていうことが、まあ、このリーグ戦長い期間一番自分の成長につながると思うので、そこっていうのをまあぶらさずに自分の中でやっています。自分の目指しているところが、まあ、日本代表っていうところなので、一回まあ B 代表にも参加させてもらって、やっぱり自分がどういうポジションでやっていかないといけないのかっていうのはトム・ホーバスとも話して、自分の中でも目標っていうのはある程度定まってきているので、誰が出ても同じ強度でバスケットボールできるのが今年の強みだと思うので、その点でやっぱり苦しい時に自分が点を取ってチームを助けるように、自分が中心になってチームのオフェンスもディフェンスも存在感を出してやっていけたらいいかな。